はい、尾形です。大円関数動の話もいよいよ5回目となりました。今日は、定価関数という大円関数に関連の深い関数をこう導入したいと思います。これは、この関数を使って、ヤコビの大円関数、SN、CN、DN 関数というのを表すことができて、しかもこれらの関数を数値計算することができます。はじめにちょっと復習しておきましょう。最初、ヤコビの大円関数を定義しまして、それを複素変数に拡張しました。で、そうすると、このヤコビの大円関数は、この二重周期性を持つ有理系関数であることが分かりました。要するに、こう複素平面の中の2つの方向に周期性を持つっていう、そういう、二重周期性です。で、その基本周期、はそれぞれ SN、CN、DN という、これらで表されることがある、分かります。そして、0点と、極も知られまして、これはすべてこう1位の、極です。このような0点の極を持つわけですね。で、そこで、大円関数をもっと一般的に抽象的に定義しました。で、一般的には大円関数というのは二重周期性を持つ有理系関数のことを大円関数と呼びます。で、そして、いろいろ大円関数は重要な性質を持ちますが、特に重要な性質として、全複素平面で正則な大円関数は定数関数に限るということがあります。これは複素関数論のリュービューの定理、全平面で有解な、正関数、これは、定数関数に限るっていう、こういう定理があるんですが、ありまして、この性質は、このリュービューの定理の、簡単な応用なんですが、これは、大円関数を議論する上で、とても重要になります。で、今回やること、定価関数を導入です。で、まず、定価関数何かというと、SN 関数、例えば0点。例えば、SN 関数が考えますと、これは0点と極こんなふうに持ちます。で、それらの、で、それで、この0点を、0点持つ正関数。で考える。で、そして、その極、この極を0点持つ正関数を考えて、で、それの、割り算で、SN 関数を表したいということをちょっと考えているわけです。で、そうすると、これらのこの正関数っていうのとして、こう、定価関数っていうのが自然に定義されます。で、そして、これが、数値計算にも使えるということが、やっぱり、あたりわかるわけです。まず、正関数についてですが、一般的に正関数ってのは無限積の因数分解の形で表されます。簡単な例として、sinz っていう、こういう三角関数を考えましょう。これは正関数でして、これ n を整数としまして、nπ。そこに1の0点を持つ正関数ですが、これはちょうど、多項式を因数分解するような形で、このような無限積に因数分解できることが分かっています。余談として、バーゼル問題。つまり、この和が6分の π 2乗だっていう、こういう、問題を解いたのがオイラーですが、オイラーは次のようにしても解いたそうです。まずは sinz っていうのも定価展開、このようになります。z の、3乗の項が、マイナス3の階乗分の1です。で、一方、この sin の無限積展開ね、これを、こう書きまして、で、この積を、展開します。掛け算します。で、そして z の3乗項を集めますと、これずっと集めますと、こんなふうになりますね。で、π 2乗分の1、の1たす2乗分の1プラス3乗分の1プラスっていう、こういうふうに n 次乗分の1の、無限和って現れます。だから、で、これ係数比較する、これとこれ係数比較する。そうすると、それによって、これが得られるっていうふうに、オイラはこういうふうにしてバーゼル問題を解いたそうです。SN 関数で、SN 関数っていうのはこのような0点を持ちます。で、そしてこのような極を持ちます。これは最初言いましたその通りです。ですから、これをね、ちょっとしたこういう、この0点を0点持つ正関数を分子にして、で、この極、これを0点持つ正関数を分母にする。そういう、関数で、形で表せないかっていう、それから割り算で表せないかっていう考える。で、それぞれの分子をこの FU、分母を GU とそれぞれ書いておきます。
で、そしてこの正関数、さっきのこう FU、GU っていう、さっきの sin z と同じようにして、あの無限積表示の因数分解形で与えられないかっていうことをちょっと考えてみます。あと FU についてですが、あ、これは以下の考察の戸田森和先生の大関数入門に載っているのと、ちょっとアイデアを拝借しました。まず FU っていうのは次の形かっていうことを、まあ、そこで確認考えてみるわけですね。あの、表示候補にもこうやって、0点を持ちますから、まあ、これ、sin z っていうか、まあ、sin をそのまままた無限を取って、こういう形。まあ、sin の中身をこう展開すると、こうなるわけですが、まあ、そこを1個に書くと FU ってそうなるかなっていう考えなんですが、ただこれもちろんこれ収束しませんね。この方がありますから。ですから、この無限積が収束するようにちょっと変形するわけです。で、これ、ね、あの、N について正と負の項、これ、それをペアにして、その積を取ってみましょう。つまりこういう形です。で、そして、ここの、こう、2つの積、これちょっと変形するわけです。これ、三角関数の、積の公式ですね。が、このようになります。で、そして、これを、Q っていうのを、エクスポネンシャルのマイナス、K 分の K プライム。これ、Q っていうパラメータを導入しますと、これは、ちょっとここの、ハイパーボリックコサインの項はこういうふうに書けるわけですね。で、そして、こういうふうになります。で、因数分解の、形で、正関数、つまり無限因数分解、こう無限積の形で、FU を表すから、とにかくあの0点の情報だけ保持してくれればいい。ですね、ここをまあ捨てて、ここだけを取るわけです。で、ここだけについてのみ、これだけ拾って積を取ることにする。こうなるわけです。で、そうすると、まあ、これ Q っていうパラメータ。これ1より小さい、実数。ですから、これは、この無限積っていうのは、これ収束するわけです。まあ、ちゃんと言いますと、これは、全複素平面で公理1を収束して正関数を与えると言います。ただ、1を収束っていうのは、これからね、無限和とか無限積で関数がいっぱい出てくるんですが、出てきて、それらが正属関数、まあ、解析関数であるかどうかっていう話をしなきゃいけないんですが、その時ちょっと一応収束とかっていうの話が必要になります。まあ、うるさく言うと。で、これについてはまた別の動画作って、いずれ説明したいと思います。まあ、ともかく EFU はこんな形で求まりました。こうですね。で、同様に考察をして、分母 GU っていうのはこういう形で求められるんじゃないかって、求められるわけです。これも、まあ、さっきと同じように、C で一応、公理一応収束して正関数を与えます。で、そして、この F、GU 分の FU、これ形で SU、SL 関数がこう、表せるかなと、まあ、表せそうな気がするんですが、まあ、そのふうに表せるなと、まあ、なってくれたら嬉しいわけです。で、これを、示します。で、こうなることを示すにはどうすればいいかっていう。これには、次の2点示せばいいわけです。まず、GU 分の FU と SN っていうのは同じ0点と極を一層含めて持つこと。これ一つ、これ示します。で、もう一つ、その GU 分の FU と SN っていうのは同じ基本周期ね、このお話、これを持つ単位関数であるっていう。これに示せばいいわけです。で、GU はっていうと、この2つの、関数。これの、比を取るわけですね。これで、大文字の FU っていう。そうすると、これ、0点、分母分子で0点極、ね、同じ0点の極があるから、これ相殺し合って、キャンセルし合って、これ極ないです。まあ、正関数になるわけですね。で、そして、その分母分子、同じ基本周期もつか、単位関数になるわけですが、最初に言いました通り、正関数である単位関数というのは定数関数に限ります。ですから、この FU っていうのは、この定数関数となって、結局この式が得られるわけです。このことについては、正関数である楕円関数は定数関数に限る。これ、楕円関数論4にいる動画にすでに説明しましたので、また、これも参考にしてください。まあ、こういうわけで、これを示すわけです。で、こういう、議論の仕方ね、これからちょっとよく出てきますので、こういう、まあ、考え方ね、よくできますね。慣れておくといいでしょう。
で、0点と極は同じぐらいあることもすでにも分かっていますんで、これ、FU、GU っていうのは、この比が大関数であることを、これ示します。まず FU っていうのはこう形になりますね。なりました。で、FU の U プラス 2K イコールマイナス FU っていうのは、これ直接代入することによって、これはすぐ分かります。で、F の U プラス 2IK プライム。これを調べるには、この2面積、こういう形で、書き直してみると、わかりやすいです。ここは Q の 2n のマイナス2乗っていうのを注意してくださいね。で、そしてこれ注意しますと、ここに。で、このように計算されまして、で、そうするとここはね、Q について 2n プラス2乗、つまり Q の4乗から始まっているんで、で、Q の2乗っていうのは、こう、無限の中からこう、これ出しておきます。で、そしてここは Q のマイナス2乗のここから始まりますので、Q のマイナス2乗、これのここだけはこう無限積の外に出しておきます。で、それでこう書きます。で、そうすると無限積の部分は先ほどの FU のこう定義と同じになりますね。で、そしてここのところを、計算しますと、マイナス、Q のマイナス1乗で、エクスポネンシャルマイナス i パイ u 割る k。こういうファクターが出てきます。で、これを示されます。まあ、こういうこと。F の u プラス 2i k プライムってのは、こうなることが示されました。まあ、F についてはこうです。で、G についても同じことを示せます。というようなことが。ですから、この GU 分の FU、これ、U を U プラス 2K するとマイナスつきます。だからつまり、これ2、4K を周期に持つ周期関数。そして、さらに上のことからこれ、G 分の U っていうのは 2IK プライムも周期に持ちます。だからこれ、G 分の FU っていうのは基本周期に 4K と 2IK プライム、この楕円関数であります。ですから、最初述べた通り、これが、示せたわけです。で、いよいよ、テータ関数っていうのを導入します。で、先ほど求めた FU、GU っていうのは、ちょっとテータ関数なんですね。で、で、テータ関数っていうのは、こんなふうに定義します。で、V っていうのを一般に複素変数をします。で、タウっていうのは複素パラメータで、虚無が、正で回るものとしまして、で、Q をこれで定義します。で、そして、テータ1、テータ2、テータ3、テータ0はそれぞれこのようにして無限積で定義できます。なお、ここのテータ0っていうのは、テータ4って書くこともあります。そして、いろいろここ、1マイナス9の 2n 乗っていうのが、とか、いろいろそういう余分なちょっとケースがついているんですが、さっきの FU、GU と比べると。で、これについては、次回の動画でわかります。次回ね、このテータ関数を無限和で表すっていうことをやるんですが、それを勉強しますと、これが、自然についてくるってことはわかります。で、このテータ関数、これは正関数ってことはわかります。というのは、タウの虚無っていうのは、正ですから、この Q の絶対値、これ、一応小さい。ですから、こう、ですが、で、そうすると、Q の 2n 乗の、各ファクター、Q の 2n 乗ってこう、っていうか、1プラス Q の 2n 乗かな、それくらいのオーダーでありますから、これがどんどん積になるわけですから、どんどん、収束するわけですね、Q が。それだけ一応小さいと。だから、これ、C で項に一応収束して正関数を与えるということは、わかりますので、これ正関数であります。全平面で解析的な関数です。で、そして、テータ関数0点。これは、この点に持つことがあります。これ、M と N が、整数としまして。で、これについては、テータ関数、先ほど、これをね、このように簡単にね、この形に書き直すことがわかります。こういうふうに先ほど書きましたね、こんな感じで。これ、ここもさらに因数分解するわけです。で、さらにこうします。
で、そうすると、こう、0点、こうもう先ほど示したように0点を持つことが分かります。で、次、FUGU でもところでも示したようなテータ関数の偽周期性。これ FU と GU と同じような偽周期性というのが成り立ちます。で、これ、テータ1、テータ2については、1についてこうプラス1するとこれ、マイナス6。で、テータ3、テータ0というのは1プラスするとこう値元に戻るというんです。で、これ、で、V の変数にプラスタウというのをつけると、これ、こんなふうに変化するということがあります。まあ、要するに周期関数ではないんですが、まあ、ほとんどなんか周期的な性質を持つなっていうようです。で、これより、このテータ関数のこう比を取ると、これ、第二関数作れるなってことは、まあ、なんとなくこう、わかるんじゃないかと思います。で、実際そうです。ヤクの第二関数、これ今用いまし、今定義しましたテータ関数の比で表すことができます。まず、S についてはこう、不作者最初の FU っていうのがテータ1の定数倍。で、GU っていうのがテータ0の定数倍ってこともすでに分かってます。ですから、このようになります。SN っていうのはテータ0分のテータ1。で、ここにかけるまあ定数っていう。分かります。で、そして同様の考察によって、CN と DN はこのようなテータ関数の比で表されることが分かります。これは、先ほど言いましたように、両者のこう極と、0点と同じものを持つ、共有する。そして、両方とも同じ周期を持つ楕円関数である、二重周期関数であるということを、これ示すことができますから、だからこの比を取れば、これ定数関数となってっていう、こう定数倍っていうことに出てくるっていう、DN についても同様です。これで示すことができます。で、この C の C、この C の D っていう、この定数係数ですね。これについては、すぐ求めることができます。これは、U イコール0と置くと、ここを CN、DN って1になりますね。で、そうすると、ここ、そうすると、ここのところはな、要するに、データ関数の U イコール0に置ける値。これが、出てくるわけでして、で、そこから、この係数がすぐ求まります。求まって、まあ、こういう形になることがわかります。で、ここでね、データ K って形書いたものね、これね、データ関数、これ引数を0に入れた時の値です。で、このか、あの値、これよく使いますんで、後々、ずっとよく使います、この記号は。この印方はよく使います。で、S についてはですね、U イコール0と置くと、両辺0になります。だから、どうすればいいかというと、この U イコール K と置くんですね。で、そうすると、SN っていうのは、U イコール K で1って値を取りますから、係数 CS っていうのは次より求まる関数。で、そしてこれに、テータ0、テータ1の2分の1におけるを与える調べます。で、これはね、直接代入して、これね、これ直接代入することで、V イコール2分の1代入すると、こうなるわけが分かります。で、これはテータ3の0における値ね。というのがあるわけです。で、そしてテータ1の2分の1における値っていうのはこうなって、で、これはテータ2の0における値になります。ですから、この係数っていうのはこう、テータ2分のテータ3と思って、こう、SN 関数っていうのはこう、このように合わせることが分かった。というわけで、SN 関数、CN 関数、DN 関数っていう、ヤコビの楕円関数っていうのは、データ関数を使って表すことができたわけです。まあ、このようにまとめると、こういうふうになります。はい、今日はこのまとめです。で、ヤコビの記号はね、ヤコビの楕円関数、こう、SN、CN、DN の、この、その0点と極、これを0点持つ正関数の比で表したいってこと、そういうところから、ステップ多関数を導入しました。で、ヤコビの楕円関数、こう、SN、CN、DN という、こう、テータ関数比で表しました。で、これには0点と極を比較して、そして周期を調べると。で、同じ周期を、二重周期を持つ、持って、さらに0点と極が、同じだったら、そう、両者の比は、定数になるってこと。で、ここでは正関数である楕円関数っていうのは、この定数関数が限るっていう重要な定理を使いました。
というわけです。で、これ、データ関数の定義。これですね、この Q は、一応小さいから、Q の 2L 乗とかっていうのは、これ、指数関数的に減衰するから、この形でも、一応数値検査できますね、これ使えば。ですから、もうこの段階で、この SN、CN、DN ってもう数値計算できると思います。で、ですが、次回ね、これね、定価関数を無限まで表すことができますし、そうするとね、もっと早くね、収束することができて、こう役に代入関数ってこう数値計算できるっていう、効率的に。そういうのを話をしています。そして、あと定価関数の諸性質、いろいろな性質とかをこう調べてみたいと思います。で、今日の話はこれで終わりです。皆さんご清聴ありがとうございました。